久保さん、草加塾、売れてますか売れますよね。まあ、売れてるだろうなと思いましたけどね <laughs>。まあ、売れるでしょうね。本気出しちゃったら <laughs>。まあ、全部ね、あのー、なぜ売れるのかっていうと、あのー、意識を持ってきてるんですよ。意識です。意識を集中させてるっていうね。まあ、ちょっとレベル高いな、話が。 なんで売れるかっていうと、要はみんななんとなくは気づいてるんですよ。なんとなくね。お金の問題なんかなんとなく気づいてるでしょ <laughs> どう考えてもお。お金稼がないといけないな、もうちょっと収入あった方がいいな、そんなの分かってるし気づいてるし思ってるんですよ。だけど意識は強くないんですよ。まだ。うん、意識が強くなると、あの、意志が働きます。意識が <laughs> 強くなると意志が働いて、その意志は一歩、 前に踏み出すという、なんか,なんかその、その一歩の原動力になるんですね。意識が意思を作り出すと。じゃあ、速化塾に一歩踏み出そうっていう,う意識が自分の一つの、なんだ入金するっていうね、頭金入れるっていうね、<laughs> えー、行動に結びついてるのかなと。じゃあ、どうやってその意識を速化塾にも持っていってるのかっていうと、単純に、 今のままじゃダメですよっていうことをいろんな側面で気づかせるってことですね。<laughs> 今のままじゃダメですよと。もしくは、今のままでもいいですよと。だけど、とかね。なんかもうとりあえずいろんな切り口ですね。そう。いろんなとこで察していくってことですね。だから多くの人って、やっぱねうーん、これまあちょっと上級の話になるんですけどあの、気づかせるってことが大事なんですよ。気づかせるっていう。 価値とは何なのかっていう気づかせることですねだか今まで速化塾に価値を感じなかったけども気づいた瞬間価値が出るんですよわかります <laughs> 今までなんとなく見てたけど気づ、はとした瞬間に速化塾の価値が上がるんですよねわかりますだから気づきを与えるっていうのが最高の価値であるとなぜならば今までその人が気づいてなかったところが 気づけけるよううになななっったたわじゃい,、うん、いいいいででですすか。か。話聞て思のは自分が知らなかったことだったりとか気づいてなかったことをハッとしたからそこに価値があったんですよね。どうですかねじゃあ 1+1 は2ですよっていう話を聞いて価値を感じますか多分感じづらいですよね。だけどこれを切り口を変えると気づきを与えることができるんですよ。 1たす1、1たす 1, 1は2というあのシンプルな公式でも切り口を変えることによって価値を与えることができます。どういうことかっていうと、あの、じゃあ1たす1っていうのは2ですよねと。これ小学生でも習ってるし、多分あなたも多分この動画見てるあなたもね、知ってますよねと。1たす1が知らないっていう人は多分見てないと思いますと。じゃあこの1たす1は2、シンプルですよねと。 じゃあ、何かと何かを足したら2になるっていうことは分かってるってことですよね。1たす1は2になるという格子が分かってるっていうことは、何かと何かを足したら、プラスになるっていうこと、2倍になるってことは分かるってことですよね。じゃあ、つまり、今あなたに足りてないものをもし足したとするならば、プラスになりませんどうですか今あなたに足りてない1を足した場合、2になりませんと。 じゃあ、今あなたに足りてないものって何ですかそれはお金を稼ぐスキルです。そこに速化塾がありますと。じゃあ、あなたの持ってる1と速化塾の1を足したら2になるんです。少なくても違う答えを出せるんです。みたいな話をしたらね。どうですか <laughs> ?1 たす1という公式ですら、ちょっとなんか速化塾に意識いくでしょ <laughs> 面白いですね。これはね。物 <laughs> は言い,いようですね。久保さんね。<laughs> はい、ということで、あの価値っていうのは何かっていうと、価値に気づかせるっていうことが大事ですね。でもこれは誰でもできます、やればね。だって僕の、だって今の話なんか1たす1の話じゃないですか。1たす1の話にね、なんかちょっと付け加えただけなんで。<laughs> それは勉強すればいいだけだし、学べばいいだろうし、だからそれは今までセールスしたことがない。お客さんを教育したことがない。 教育って何かっていうと、いろんな概念があるんですけど、販売プロモーションで言うならば、えー、そこに、かそこの、そこかっていうものに価値に気づかせる、もしくはその、なぜお金を稼がなければいけないのかっていうところに意識を持っていくとかね、まあそういうことに気づかせるってことなんですよ。でもそれをやったことがないからできないだけであって、やれば、ね、久保さんもね、僕もそうですけど、もう何時間でも喋れますからね、マジで <laughs>。 無限像に僕、久保さんもそうですし、僕もそうですけど、台本なしでいくらでも喋れるんで。だから僕、今、なんだあの、毎月ね、まあこ、僕もね、今月、ドリームアカデミーアドバンスコースか、あの、売りますけど、来週ね。で、あの、講義提供してるんですよ、毎月。新しい講義。もう、1ミリも台本作ってないですね。1ミリも <laughs>。 まあ、あのタイトルは決めますけど、タイトルは決めるけど、もう即興で全部作ってます。だから新商品とか全部商品作るのも全部即興です。何も台本ないです。じゃあなんでそれ作れるのかっていうと、やってきたからです。実際にもう血を吐くようなね、<laughs> 鬼のようなね、何万回っていうね、何十万回はわかんないですけど、経験積んでるからです。じゃあ経験を積んでる人と、経験を積んで、なおかつまだ経験を積み続けてる人から習うのか、 それとも過去にやってました過去に稼いでましたっていう人から習うのかどっちがいいですかメール送って秒速でサポートをくれる人から習うのかメール送っても3日経っても来ない人から習うのかどっちがいいですか <laughs> 秒速で帰ってくるし今なおかつあのやっているなおかつ経験もめちゃめちゃ豊富どんな,対どんなメール対応でもいけるっていう ね、お悩みでもいけるっていうどっちから習いたいですか、はい、ということでまあドリームアカデミーアドバンスコースか速下塾か <laughs> でもね、まあ、の僕はこれライバルですからまあもう声を大にして言いたいですけど確実に速下塾より情報ビジネスにとで言うならば情報ビジネスで言うならば僕の方の方がレベルはめちゃめちゃ高いです。 だ僕本も出してますしね。本も出してるし、あの、ぶっちゃく久保さんに裏で教えてたというかね、それも僕だし、なんだろうな、とりあえず僕の方が日本一です。<laughs> ま久保さんは久保さんで、いや、吉田さん、そう加塾が日本一ですってね、これ日本一の言い合い戦争になると思うんですけど <laughs>。でもね、声を大にしたいですけど、ドリームアカデミアが日本一です。間違いなく。情報ビジネスにおいては。 情報商材、情報ビジネスをやっていくんであるならば、もう日本一のマーケティング、日本一の戦略、それが全部入ってます。うん、もうぜ、もうなんだ、10年後も20年後も30年後も使えるマーケティングです。小手先じゃないです。10年後も20年後も30年後も40年後も50年後もずっと使えるマーケティング、テクニックを教えてます。今年だけ使えるテクニック学びたいですか それとも10年後、20年後、稼ぎ続けられるテクニックを学びたいですかどっちですか僕だったら、一生使えるテクニックを学ぶべきだと思いますし、僕はそっちを選びます。あなたはどっちですかみたいなね。もうセールスになってますね、久保さんね。やばいな。僕の媒体でもうどんどん、今度セールス、さっきまでセールス、セールス動画というか教育動画を撮ってたんですけど、今日の夜も公開しますけど、9時ぐらいにね。 うん、はいということで今日はなん、ま、タイトルは後で考えますいってらっしゃい。